腕輪の力を引き出した井伊直虎の奮戦もあり、反乱軍は奪起の関係を破り、徳川家康らを救出した。徳川主従は久しぶりの再会を果たす。だが喜んでばかりもいられない。未だ目的の見えぬ強大な敵奪起と呂布、反乱軍の前途にはまだ広大な暗雲が広がっていた。闇を少しでも振り払うため、反乱軍は次なる行動に出た。織田軍につきながら静観していた魏伊達連合軍、彼らに接触を図り真意を聞き出そうとしたのである。使者を送りましたが、敵軍は話し合いを拒否、防衛の準備を始めたとのことです。戦わねばならぬか。ま、一回ぶちのめしてやれば話を聞く気にもなるだろう。敵にはあの芝居もいるか。俺には少し荷が重いな。孔明、君がここにいてくれれば。全軍止まってください。この敵の不死がきっと罠です。橋を渡った先に、おそらく伏兵が。迂回し、逆に背後をつきましょう。すげえな、見ただけでわかるのかよ。呂布は諸葛亮と机を並べた軍師。このぐらいの読みは当然だ。味方の英傑が徐々に増えていますね。頼もしい限りです。そうだな、このままいけば信長にも対抗できるかもしれない。ということで、この先も十分注意するのですよ、金勝。我らの備えは万全よ、バカめ。どこからでも攻めてくるがいい。油断するな、バカめ。足元を救われようぞ。しまうとはな。いいぞ、その調子だぜ。敵将、そこを動くなよ。この俺、これで勝ったと思うなよ。背後から敵が。伏兵を見破られていたか。急いで伏兵を撃とう、彼らが体勢を立て直す前に。孔司祭と申す。いいぞ。これ以上の成果は上がらんだ。撤収する。ご無礼を。背中がガラ空きでございます。
伏兵を見破っただけで俺は満足していた。はい、承知しました。相手の方が一枚上手ということか。じゃあ敵将を打ち取ったよ。伏兵には感づいておったようじゃが、それで油断するなど甘いわ。常に二の矢を用意する。それでこそ一流の軍師というものだ。標撃される前に本陣を捨てましょう。敵中を突破し、そのままあちらの城へ。囲まれる前に動いたが、奴もまんざらバカではないようじゃな。ご無礼なボコボコにして止めさせていただきます。うろたえもの、アヤがしつけてあげましょう。雪村、感服いたします。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。この戦、俺には耳が重い。はい、覚悟。孔明ならどうするだろう。ん、ここは兄者の軍がいるようだ。ええ、現直の顔も見えますね。どうやら芝居と戦っているようですが。覚悟、覚悟、覚悟。飛んだし、申し訳ございません。まさかです。呪狼が破れただと。やはり雨どれに敵を。やるものは許しません。諸葛亮、運挙、こんなところで再会できようとは。再会の喜びはまた後ほど。まずは兵を挙げ、私が来たと回ってください。芝居の読みを利用するつもりか。全軍に伝令を送ろう。孔明はやはりすごいな。よくぞ兄者を守ってくれた。これよりは拙者も貴殿らと同道いたす。勝機は今、厳しく攻め立てます。受けたまわった。我らの役目は労働か。行きましょう、ヘルセウス殿。劣勢の中で兵を二つに分けるか。ごめんなさい。消せないが、今は従おう。よし、我らも雪村殿と共に進むぞ。敵は兵を分けたようじゃな。それ頑張ります。諸葛亮が現れたと騒いでおる。くだらぬザレ言を。奴の名を出せば私が動揺すると思ったのだろう。そう都合よく諸葛亮が出てきてたまるか。劉備のいる本隊を撃ち、即刻戦を終わらせる。背後は任せよ。私が現れたことはいずれ敵に知れます。ならば逆に剣弁し、策だと疑わせましょう。芝居殿なら必ず疑うはず。そこまで見越しての行動とは、さすが孔明様。レレ、やはり本物の諸葛亮が舞台を率いているとのことです。その手に乗るか。そちらは陽動よ。南から迫る劉備の部隊を狙え。火足です。敵はこちらに集中している。陽動は成功しているな。それもペルセウス殿の働きあってこそ。私もより一層奮起せねば。奴らの必死な様、やはりこちらが本命だろうな。策はうまくいったようだ。こちらの敵は手薄、容易に突破できよう。それも関羽殿の部があればこそ。はい、承知しました。そろそろ気が満ちます。
聞いているのはやはり右線を持った軍師とのことです。まさか本物の諸葛孔明か。彼の死が中達もいるんだ。可能性はある。道は開けました。慎重かつ迅速に進みましょう。バカな諸葛亮だと。義兄でも木造でもないのか。この戦場に私が来たのは偶然です。読めなくても何も恥じることはありません。面白い。ガレオ諸葛亮、この欧州の竜が相手じゃ。さすがです。その調子でお願いしますよ。すごいな。その力どうやって身につけたんだい。あっぱれ。雪村、感服いたします。いいぞ、その調子だぜ。さすがです。その調子でお願いしますよ。さすがは古の名軍師諸葛亮殿。敵将の心理をついた見事な策でした。裏の裏をかく、その戦いも案外複雑なのだな。強さ、まさに無双。共に戦えることを誇りに思う。私に勝てるつもりか。なんと傲慢な。はいはい。勝利するためにな。やはり孔明はすごい。君が来てくれて助かった。玄直が耐えてくれたおかげです。ところでこの世界は一体。
なるほど、事情は理解しました。想定外の不可思議な世界、脱するためには力を合わせるしかないようですね。うん、兄者のためこの世界でも我が武を振るわん。私も微力ながら尽くしましょう。運長、そして諸葛亮、月英、あえて嬉しく思う。これからもどうか私を支えてくれ。ええ、劉備殿。ところでそちらの方々は。わしらは信長の妙な力に無理やり従わされてな、抗う気を伺っていたのよ。しかし信長様の力はあまりにもお強い。考えなしに挑んではまたねじ伏せられてしまいます。だからあなた方の力を試させてもらったの。信長殿に対するだけの力があるかどうか。皆の優れた武勇、そして団結力、お見事でした。これからはどうか共に戦わせていただきたい。そういうわけだ。まさか異論はあるまいな。ええ、こちらとしても戦力が増えるのはありがたいことです。ところで信長はゼウスと手を組んでいるのか。腕輪の力を何に利用しようとしている。詳しいことは知らぬが、やつに腕輪を託した者がいるとは聞いたことがある。じゃが腕輪を渡した者の目的がどうあれ、信長はそれに従うような男ではない。むしろあの力を利用し己が思うことを成し遂げようとする、そういう男じゃ。戦力を整えたとして一筋縄ではいかんじゃろうな。天かける竜となる。地の小十郎、参ります。この芝中達の地望見せてやろう。戦も人も私の思い通り。公司祭、任務を遂行する。関雲長、義の刃持て、乱世を打ち払わん。この諸葛孔明、乱世の地図に殿下の体型を描きましょう。竜の妻としての誇りを胸に、いざ参ります。うまくいったみたい。あ、いい感じです。道が開けた。で、どちらが先に行く。私が。腕輪を盗んだあの男、許してはおけぬ。半人などに目をかけるからそうなるのだ。まさか我らを欺きここに忍び込むとはな。責任は取る。待っているがいい、ペルセウス。信長と直接対する前にもう一つ下しておきたい勢力がある。孫権の軍だ。父上もこの世界に。ああ、かなり以前からな。信長にも頼みにされているようじゃ。俺も会ったことがあるが、虎を名乗るなかなかの猛者だったな。そうか、あれはお前の父親か。うん、父上ならこちらの事情を話せば分かってくださるかもしれぬ。だといいがな。念のため
俺はちょっくら準備を整えとくぜ。お前らは先に行っててくれ。承知しました。氏康殿、もしもの時はよろしくお願いします。軍に所属する者も増えてきたことですし、戦に出ない者は修行に送ってもいいかもしれませんね。うん、皆が力をつければ闘争もより楽しめよう。賛成していただけて何よりです。では準備を整えておきますよ。